小絞りボケとは、写真撮影において、カメラの絞りを絞れば絞るほど、光の解説により、画質の鮮明さが失われ、全体にボケた画像になる現象。単に解説現象と呼ぶことも多い。フィルムカメラでもデジタルカメラでも起こる現象であるが、撮像素子の小さいデジタルカメラでは、問題が顕著となる。レンズの焦点距離と、カメラと被写体の距離が同じであるとすると、 レンズの絞り値が大きいほど被写界深度が深くなり全体にピントが合うわけであるがそれと同時に光の解説現象の影響も顕著に現れてくる解説は光が波の性質を持つことに由来し障害物の背後に回り込む物理現象である絞り込むほどフィルム面に届く全体の光量が低下し像は解説した光による影響を大きく受ける このため全体がボケ、解像力が低下する。大きく引き伸ばすと肉眼でもわかるほどとなる。このように被写界深度の深さと、腰彫りボケとは、二律背反の関係にあり、撮影にあたって悩ましい問題となる。写真1画像の全体像、F2.8 腰彫りボケの実態を示すために、同じ木彫りの人形を、同じカメラ、同じレンズで三脚を用いて被写体との距離、 アングルを固定し、露出が変化しないように絞りを変化させて撮影した。写真1は絞り F2.8 で撮影した写真の全体像である。なお、肩の部分などがボケているのは、小絞りボケではなく被写界深度が浅いことが原因である。カメラは APS-C サイズのデジタル一眼レフである。写真に F2.8 におけるボケ小さい画像では、 ボケの実態が表現できないので、写真1を等倍にまで拡大して、口の周辺をトリミングしたのが、写真2である。被写界深度は浅いが、ピントの合っている部分は、非常に鮮明かつシャープに映っている。写真 3F11 における腰彫りボケ写真3は f 1 1における同じ部分のトリミングである。F2.8 に比べると若干不鮮明である。 写真 4F32 における小ボりボケ写真4は F32 における同じ部分のトリミングである。F11 に比べさらに不鮮明になっている。このように実際の写真を拡大して比較してみると、小ボりボケの存在が明らかに現れてくる。センサーサイズやフィルム面積が小さいほど同じプリントサイズにするには拡大率が大きくなり、原版には高解像力が求められる。 一方、デジタルカメラの場合、センサーサイズが小さいほど、また画素数が多いほど、1画素あたりのサイズが小さくなる。理想的なレンズの解像力は、解説現象が問題になって、レンズの F 値に制約される。現実のレンズでは、ウルトラマイクロニッコール等の一部レンズを除き、修差の影響でこれ、以下に、解像力が落ち、またフィルムカメラの時代には許容作乱演が、 比較的大きかったので、腰彫りボケはそれほど問題にならなかった。しかし、蒸気のように、小センサーサイズで画素数が多い場合、1画素あたりのサイズが小さくなることで、解説現象が問題になるケースが多くなってきた。レイリー限界での解像力限界群側摩擦具は、適当なところで折り合いをつけるとしながらも、必要な時は F22 まで絞っても良いとしている。 また、桃井和氏は実用上問題がなければ気にしないとしており、プロカメラマンの間でも意見が分かれている。大きく写真を引き伸ばす必要のない時は絞り込むことによるパンフォーカスの効果の方がはるかに大きい。また、デジタルカメラの場合、画像処理によりある程度小絞りボケを緩和することができるという指摘もなされている。 レンズなどのような周光工学系を持つカメラではなく、ピンホールカメラでは、フォーカスがなく、ピンホールを大きくすると、原理的に絶対的に像がぼやけ、小さくすれば、腰彫りぼけによって像がぼやける、という関係にあるため、理論上最適なピンホールのサイズは唯一である。フォーサーズセンサーのカメラはほぼ、フルサイズや 35mm フィルムと比べ同じ。 画角であれば2段程度被写界深度が深く F8 で F16 相当の被写界深度となる APS-C センサーのカメラでは同じ画角だと1段程度あり F11 でフルサイズ換算 F16 相当となる小さいセンサーのカメラでも解説補正をする画像エンジンもかなり進化している例えばオリンパスはォーサーズセンサーのカメラを出す企業であるが二0 1三年に 今までと比べて、画像エンジンで一段分の改善をしたと答えている。同じ画角と換算値の被写界深度とすると小さい、センサーでも大きいセンサーのカメラと比べて、F 値を大きくしなくても速いシャッター速度と低い ISO 感度で手持ちでもブレずに深い被写界深度の写真を撮れるというメリットもある。ありがとうございます。